こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではマフラーについて解説をしてみたいなと思っています。マフラーというと秋冬にはですね欠かせないアイテムだと思うんですね。首元が寒いとですね一気に体全体が寒くなってしまうので秋冬にはマストのアイテムなのかなと思うんですが、マフラーといっても様々な種類があるのでどれを選んでいいかわからないという方も多いかなと思いますし、買ったはいいけど巻き方にもですね様々なバリエーションがあるのでどんな風に巻くのが今っぽいのかなとか、そういった部分に疑問を持っている方も少なくないかなと思うので、今回は大人の男性はどんなマフラーを持つべきなのか、そして巻き方はどれが一番旬なのかというところまでしっかりと動画で解説をしてみたいなと思っています。その前にマフラーの立ち位置について少しお話をしたいなと思うんですが、マフラーというのはもちろんですね首元を温めるという役割もあるんですが、ファッション的にはどういう意味合いがあるのかというと、着こなしのですねアクセントになるんですね。マフラーというのは首元に位置するので結構視界に入るんですね。ですのでこのマフラー次第で全然ですね着こなしの印象が変わってくるかなと思っています。特に真冬に関してはアウターを羽織りますよね。例えばステンカラーコートだとかチェスターコートだとか、こういったロング丈のアウターって結構ですねブラックですとかネイビーですとかダークグレーのような濃い色を選ぶことが多いんですね。そうなると結構体全体に濃い色が位置する形になるのでどうしてもですね暗くなりがちなんですよね。そういう時にマフラーみたいなものを使いながら少し着こなしのアクセントに添えるとだいぶ見え方が変えられるのかなというふうに思っています。僕自身結構マフラーは様々なバリエーションを持ってるんですが、その中でもどういったものが使いやすいかなと考えるとある程度僕の中での正解というものは固まっているんですね。よくですね多くの方がマフラーでやりがちなのは単色系のものを選ぶっていうことなんですね。例えばブラックのマフラーなんかを使っている方も多いかなと思うんですが、これはこれで NG ではないですけども、どうしてもですね地味になりすぎなんですね。着こなしの中でも少しアクセントとして添えたいので、やはりブラック単色だとちょっと退屈かなという感じがするんですね。もしくは派手なマフラーをしている方も結構多くて、例えばこちらのイラストのようにストライプ柄で多色使いのもの、こういったものはですねなかなか着こなしの中に馴染まないのであまりおすすめしないマフラーかなと思っています。多分ね見ただけで結構目がチカチカするんですよね。ですのでこのような多色使い、特にストライプ側のものは避けておいた方がいいのかなと思っています。じゃあどんなですねマフラーを具体的に選べばいいのかというと、僕の中では一つ鉄板がありまして、それがですね実際に今回持ってきたマフラーなんですね。これはですね最近ですねビューティー&ユースで購入をしたマフラーなんですけども、表面を見てみるとブラックなんですね。特に柄もないですしシンプルなブラックのマフラーになってるんですが、裏面を見ていただくと今度はですねライトグレーの色合いになっているんですね。つまり表と裏で2色使いになっているバイカラーのマフラーなんですね。これが一番使いやすいなというふうに思っています。先ほどお伝えしたようにブラック1色だとどうしてもですね退屈な感じがしてしまうんですが、このように表と裏で色が変わると巻くときにですね2つの色が混じり合って結構表情が豊かに見えるんですね。ですので単調にもなりすぎないし、かといって2色しか使ってないのでそこまで派手な感じがしないんですね。お店によって様々なカラーバリエーションがあるんですが、僕は今回ですねこちらビューティー&ユースでブラックとライトグレーのモノトーン系のマフラーを選びました。僕自身はマフラーで強いアクセントをあまり作りたくないんですね。ですので着こなしの中に自然になじませたいなという形でこのような色を選びました。あとは様々なものがありますが、ネイビーとブラウンとかの組み合わせもいいかなと思いますし、あとは濃いめのネイビーとライトブルーみたいな組み合わせで濃淡を出すのも結構かっこいいかなと思っています。このようなバイカラーのものっていうのはめちゃくちゃ使いやすいので、マフラー初心者の方にはまずトライしやすいかなと思うので、ぜひこちらを頭の片隅に置いていただければなと思っています。このようなバイカラーのマフラーって基本的にユニクロではあんまり展開がないんですね。僕がよく買うのはビューティー&ユースだとか、あとはユナイテッドアローズグリーンレーベルだとか、アーバンリサーチだとか、あとはビームス系列のビーミングだとか、このようなセレクトショップで展開があるんですね。今回の動画の下の説明欄ですとかコメント欄にですね僕がおすすめするマフラーもいくつか載せておきますので、よかったらそちらも参考にしていただければなと思っています。ここで一つですね皆さんに注意していただきたいポイントがあってですね、ここを見ていただきたいんですけども、マフラーってタグがついてるじゃないですか。今僕が持っているのはビューティー&ユースのものなんですが、ここにですねカシミヤビューティー&ユースと書いてあるタグがついてるんですね。あとは選択表示なんかもついてるかなと思うんですが、これって皆さんどうしてますか？
結構ですねつけっぱなしの方も多いんですが、僕はですねこれは取った方がいいかなと思っています。いかに高いブランドのものでもですねここについてるとですね巻くときに邪魔になりますし、このタグが見えるとですね着こなしの中でちょっと違和感になるので、これはですねぜひ着用する前に取ってしまった方がいいかなと思っています。僕も後で実際に巻く際にはこちらを取ってから巻きたいと思うんですが、このタグがチラチラ見えるという状態はあまりスマートではないので、ぜひ皆さんには取っていただきたいなと思っています。はい、ということでこれらの点を踏まえた上で続いては巻き方ですね。マフラーの巻き方と検索すると結構ですねたくさんのバリエーションが出てくるんですね。じゃあおしゃれな人がそのバリエーションをさまざま楽しんでるかというとそんなことはないんですよね。自分の中での鉄板の巻き方が 1,2 パターンあるぐらいかなと思っています。僕もさまざまな凝った巻き方はしないで、基本的にはですね気に入ったものを1つだけでワンシーズンを過ごすことが多いんですね。ですので今回は定番的な巻き方とこれを知っておくとちょっとおしゃれに見えるかなというもの2パターンをですね皆さんにこの後ご紹介したいなと思うので、そちらの巻き方をマスターしながらですね秋冬の着こなしのアクセントに添えていただければなと思っています。それでは早速巻いてみましょう。はい、ということでここからは実際にマフラーを巻いていきたいなと思うんですが、その前にですねマフラーを巻く時のですね着こなしについて少し解説をしたいなと思っています。まあ、真冬の着こなしってさまざまなバリエーションがあるんですが、僕は基本的にカジュアルなダウンを着る時にはマフラーはしないです。というのもダウンはですね前を締めてしまえば結構首元もあったかいので、そこにマフラーをすることはないんですね。まあ、それよりもちょっときれいめな着こなしの時にマフラーを巻くことが多いです。特に僕が今着ているようなチェスターコートですね、この時には結構ですねマフラーって必須なのかなと思っています。それはなぜかというとチェスターコートの形状がですねこの V ゾーンが結構広く開いているので、この首元あたりがですね結構寒いんですね。ですのでこのようなきれいめなコートの時にこそマフラーは活躍してくれるのかなというふうに思っています。実際に巻くことで暖かいですし、この V ゾーンを埋めながらアクセント的な要素もあるので、非常にマフラーがあると便利なのかなというふうに思っています。で、僕の今回の着こなしなんですが、内側にはですね定番的な白のニットを合わせていまして、上にはチェスターコートを合わせています。で、ボトムスは結構コートがきれいめなのでグレー系のジーンズを合わせています。まあ、このような着こなしの時にですねマフラーがあると便利なんですが、まず一番最初の巻き方なんですけども、これは一番オーソドックスなものですね。まあ、ワンループと呼ばれるものなんですが、まあ、皆さんもですね学生時代から一番馴染みのある巻き方なのかなと思っています。今一番旬な巻き方は何かというと、僕はですねワンループなのかなと思っています。もう何周回ってるのかという感じなんですけども、やっぱり大人の男性にはシンプルな巻き方がいいよねということで、結構ですね様々なショップの店員さんとお話をしていてもワンループをお勧めしている方が多かったかなという印象があります。僕自身もですねあまり凝った巻き方をしないで最近はワンループをすることが多いです。まあ皆さんももうご存知だと思うんですが、巻き方なんですけども、まずは半分に折りますね。その上で首元にこのように持ってきます。そしてこちらに輪っかを作りますね。この輪っかに対して逆側を差し込んであげると、このような形ですね。非常に簡単ですよね。まあ、先ほど解説した通り、今回選んだマフラーというのはバイカラーのものなんですね。ブラックとライトグレーという2色で構成されているんですが、巻いてあげるとですねこのように色がですね2種類見えてくるので、単調な見え方しないんですよね。もうちょっと近くで見てみましょうか。はい、こんな感じです。ブラックとグレーが混じり合ってちょっとですね着こなしにアクセントが生じるかなと思っています。で、ワンループをする時のコツなんですけど、綺麗にきっちりとやるよりはですねちょっとですねラフに着崩した方がバランスがいいかなと思います。あまり小綺麗になりすぎないようにですねラフな感じを皆さんも出していただきたいなというふうに思っています。今回の着こなしはチェスターコートはネイビーなんですけども、かなり濃いめなのでほとんどブラックのような見え方をするかなと思います。つまり全身がモノトーンっぽくまとまっているので、そんなに派手さがない着こなしではあるんですが、大人の男性にはですね非常に合わせやすい着こなしかなというふうに思っています。もちろんですねワンループ一つだけ知っておけばマフラーの巻き方としては僕は十分だと思ってるんですね。ただこれだけだとちょっと人との違いが出せないなとか退屈な感じがするなという方にはですねもう一パターンだけ巻き方を知っておくと非常にいいのかなと思っています。で、その巻き方というのはミラノ巻きだとか
ピッティ巻きと呼ばれたりするものなんですね。これはですね、数年前に結構イタリア系のファッションが流行った時にこのような巻き方をしている方が多かったんですね。まあ、僕自身もピッティ巻き、ミラノ巻きというのはよくやっていましたし、お客さんに提案することが多かったんですが、まあ、ある程度ですね、今では落ち着いていて、そこまで流行しているような巻き方ではなくて、まあ、数ある巻き方の中の一つとして少し定着してきたのかなという感じがしています。まあ、先ほどのワンループに比べるとボリュームも出ますし、ちょっとですね、おしゃれをしている感じというのが強く出るんですね。ですので、マフラーでちょっと遊びを出したいなという方には結構おすすめの巻き方かなと思っています。僕の中では何年かやったのでちょっと飽きているので、最近はワンループがいいかなと思うんですが、まだですね、ピッティ巻き、ミラノ巻きというものを体験したことがない方は結構新鮮な感じがして楽しめるかなと思うので、これから実際に巻き方を解説してみたいなと思っています。こっちの方がですね、正直少し難しいかなと思うんですね。僕はですね、物覚えがめちゃくちゃ悪いので、このミラノ巻きを覚えるまでに結構練習が必要だったんですが、まあ、理解度の高い皆さんであれば何回か見ていただければ理解できるかなと思うので、繰り返し見ながらマスターをしていただきたいなと思っています。それでは早速ですね、ピッティ巻きの方をしてみたいなと思うんですが、まずは首からこのように軽く垂らします。そしてぐるりと1回転してもらいたいんですね。はい、こんな感じです。そして1回転したら左右の長さを同じぐらいに整えていただきたいんですね。はい、こんな感じですね。で、ここからがちょっと難しくなるので近づいてお見せしたいなと思うんですが、まあ、左側の方ですね、こちらを見ておいていただきたいんですが、こちらの辺をですね、輪っかの内側から少しですね、引き上げるんですね。いきますよ。こんな感じです。引き上げます。そうするとここにですね、少し空間ができるんですね。わかりますか？空間が、この空間に対してこちら側を突っ込むんですね。はい、入れてみます。はい、そうすると出来上がるのがこのようなミラノ巻き、ピッティ巻きというものですね。結構ですね、襟元がボリューミーになってですね、なんか綺麗な雰囲気がするかなと思います。イタリア系のファッションとすごく相性が良くて、まあ、チェスターコートというのも結構イタリア系のファッションで使うものなので、今日の着こなしの中でのバランスも非常にいいかなと思っています。特に40代50代の男性なんかにはこのようなピッティ巻きっていうのは非常にバランスがいいのかなと思っています。まあ、年齢を重ねるごとに少し着こなしを持った方がバランスが取りやすいので、その際にはですね、ワンループもいいですが、ピッティ巻き、ミラノ巻きというところもトライをしていただきたいなと思っています。僕自身はちょっとですね、気恥ずかしさがあるんですが、今こうして見てみるとやっぱりバランスはすごくいいなというふうに思います。今回使っているバイカラーのマフラーだと色の混じり気というところも楽しめるので、すごくバランスがいいかなと思います。基本的に僕はコート前開けてることが多いんですが、もし締めるとしたらこんな感じですね。コートの内側に入れてしまうのもいいですし、出してあげてもいいですね。まあ、様々な着こなしができるので、このようなミラノ巻き、ピッティ巻きもですね、一つ覚えておくといいかなと思っています。先ほどの1回の解説だけだとなかなか分かりづらいかなと思うので、何回か繰り返し見ていただくと、そのうちコツがつかめるようになるのかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではマフラーの選び方と巻き方について皆さんに解説をさせていただきました。巻き風に関してはマフラーというのはものすごく重要なアイテムかなと思っています。実際に今ですね、動画に映っている僕自身っていうのは結構ですね、上半身が中心になるかなと思うんですね。その際に僕の顔を見ることが多いかなと思うんですが、このマフラーというのは顔周りに位置するので結構ですね、インパクトが大きいかなと思っています。ですので、このようなマフラーというのはなるべく予算を抑えて買うよりは少しですね、投資をしてもいいアイテムかなと思っています。まあ、2,3 千のものを買うよりはせめて5,000円以上のもの、できればですね、8,000円前後ぐらいのものがあるとすごくバランスがいいかなと思っています。で、今回僕がしているビューティー&ユースのマフラーなんですが、実はですね、こちらって去年発売されたものなんですね。ですので言ってしまえば型落ちなんですが、そういったものを探すとですね、結構半額くらいで買えたりするんですね。確か僕これ60-70% オフだったと思うんですね。そのように今期のものではなくて昨シーズンのものとかを探してみると意外と手頃で買えたりするので、 ZOZO タウンだとか楽天だとか様々なサイトを渡り歩きながらですね、皆さんの気に入ったバイカラーのマフラーというものを探していただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。